まるよ。こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、PC エンジン CD ロムロムのイースさんだぜ。前回言ってた通り本当にまたイースさんなのね。最近うぷ主さん何かに取り憑かれたようにイースさんばっかプレイしてるのでガチで次回の動画もメガドラ版のイースさんになるかと。同じような動画ばっか上げて本当に再生回数がだだ下がりしないといいけどね。まあもうここまで来たらそしたらでいいです。いやよくはないと思うけれども、まあとにかく今回は PC エンジン版のイースさんをざっと通して見ていくわけなんですが、今回プレイ映像の方は PS3 の PC エンジンアーカイブス版のプレイ映像を使います。実機じゃプレイしなかったの？いえ実機でもプレイしたんですが、ここのところずっと CD ロムロム使ってなかったら調子悪くなってまためっちゃ音飛びするようになっちゃったもんで。そうなのね。まあなので映像は基本アーカイブス版の映像になるのでそこはご了承ください。てかしっかりアーカイブス版も買ってあったのね。そこは気にしてはいけません。ってことでまあそろそろスイッチオンです。アイキャーチ。ってことで起動しますと、まずは銀河万丈さんのナレーションとともにおそらく PC エンジン版独自のものと思われるオープニングが流れるんですが、全部見てるとちと長いのでここはかいつまんでお届けします。一人の勇者が現れた。銀と青の瞳を持ったその勇者は邪悪なる者、そして聖なる者。うん、本当にめっちゃかいつまんでる。まあこれもおそらく投資プレイ動画とか誰かしらが上げてるだろうから、全部見たい方はそちら見ていただくかご自分でプレイするかしてください。で PC エンジン版のオープニングが終わると本来のオープニングをバックに最初から始めるか続きから始めるか選ぶ感じになりました。これは前回の MSX2 版でも見たやつね。てかこっちの方がかなりスピード感あるわね。その辺はマシンパワーの違いもあるから仕方ないところかと。てか MSX2 版は MSX2 であそこまで再現してるだけですごいと思うので、どっちが良くてどっちが悪いとかじゃないから。はいはいわかったわよ。でまあビギニングを選択して始めてみますと、冒頭部分にもしっかりとビジュアルシーンが追加されております。この辺はやっぱ CD ロムロムの醍醐味って感じよね。アドル、出発の前ってのはいいもんだな。上がってこいよ、そろそろ出航だぜ。で PC エンジン版だとここでイース2のリリアもちょこっと出てきたりします。ちょこっとでも前作のヒロインが登場するとシリーズのつながりが感じられていいわね。そうだな、確か時系列的にはイース2とイース3の間にイース4が入った気がするけど、まあこの時点じゃまだ4は出てないわけだし、ここでは2からの続き感出してるのかもな。でこの後爽やかな BGM とともにドギの故郷であるフェルガナ地方に向かう感じになるんですが、ここも全部見てるとちと長いのでダイジェストでどうぞ。いやうん、全部見てると時間かかりすぎるのはわかるけど、これだと雰囲気が。まあこの辺もちゃんと見たい方は他の方のプレイ動画見ていただくかご自身でプレイするかしていただければと。とりあえずうぷ主の感想としましては、冒険感のあるワクワクするビジュアルシーンって感じで良かったです。でここから本編突入です。いつものアドルとドギが街にやってくる冒頭シーンね。てかこのガードナーさん、他の機種版よりさらに髪の毛薄くなってる気が。いやどこに注目してんのよ。おっと失礼、お前の前で頭髪の話は厳禁だったな。いやだから私はハゲとらんのよ。まあ後で見比べてみた動画作る際にそれぞれの機種版のガードナーさんの頭髪も見比べてみましょう。いやだからそんなところ見比べんでええて。でまあガードナーさんとの会話を終えて街の中にいんです。 PC エンジン版も若干ガタガタした感じではあるけど、かなりスピーディーに街の背景も多重スクロールしてるわね。うん、確か PC エンジンも BG 面は1枚しかないはずだから、かなり素早く1枚の背景を書き換えてこの多重スクロールを再現してる感じなんじゃないかな。まあ例によってど素人のにわか知識なので間違ってる可能性大いにあるけど。もしかしてあなたドギじゃない？お前エレナか？すっかり見違えたぜドギ。あれなのね、ボイスがあるところは会話ウィンドウは出ない感じなのね。うん、そこはタッチ版とは結構違うポイントだな。でまあこの後は宿に入ってドギと会話し、ひとしきり街を回って、
武器屋で装備を整え、甲府の話を聞いて、そうか、言ってくれるか。今、甲府の獣医が助けに入っているんだが、レドガーの消息はつかめないんだ。最初のダンジョンであるティグレイの採石場へ GO です。いやうん、予想はしてたけど前回の動画の再放送感が強い。まあ機種ごとの違いはあれど基本的なゲームの流れは変わらないので仕方なし。でまあこの辺のグラフィックもいい感じなのはもちろんのこと、やはり動きもかなりスピーディーです。あれね、 MSX2 番見た後だとちょっと早すぎるくらいに感じるわね。この後採石場の中に入って敵と戦ったわけなんですが、まだ MSX2 の感覚が抜けてなくてしばらくこのスピード感についていけませんでした。まあその辺は慣れるしかないわよね。むしろ慣れたらかなり快適です。あとはやっぱ BGM は CDDA で奏でられるだけあってかなり豪華です。うん、BGM かっこいい感じね。うん、BGM も好みがあると思いますが、個人的には PC エンジン版の BGM も好きです。まあもちろん元の曲がいい曲だからってのもありますが。でまあまたしばしレベル上げしたり。例によって宝箱のアイテム回収しながら進みまして。なんだね君は。PC エンジン版でもしっかりチェスターになんだね君はと言われ、いやだから君って、甲府から倉庫の鍵をもらい、縦穴に戻ってきて倉庫の鍵を開けて最初のボス戦になるわけですが、例によってしっかり一度やられました。いやうん、まあそんな気はしてましたけれども。ちなみに PC エンジン版はゲームオーバーになるとセーブしたところからではなくて、やられたところの直前からの復活になるみたいです。へえ、じゃあうっかりしばらくセーブするの忘れてても安心ね。うん、だいぶユーザーフレンドリーだな。でまあちょっと体勢を整えた後再戦して最初のボスを倒しました。いやうん、まただいぶゴリ押し。多分しゃがんで攻撃すればもっと楽に倒せるかと。いや、じゃあなぜそうしないのか。倒し終わった後に思い出したからです。そうですか。あいだーち。ってことでこの後はロングソードを手に入れた後、奥に進んで次のボスをしばき倒しました。お、ここは一回で倒せた感じかしらね。ふっ、ウプ主の手にかかればざっとこんなもんよ。いや、いつも散々やられてるくせに威張るんじゃないわよ。まあ機種ごとに多少違いはあれど、さすがにそろそろ慣れてきたよねー。でまあエドガーさんを救出し、君は私のために君を危険な目に遭わせてしまった。地上へ急ごう。すまないが、肩を貸してくれ。なんやかんやあったの、次のダンジョンであるイルバーンズの遺跡へ GO です。で、ウプ主さんのお気に入りポイントである遺跡入り口のグラフィックもなかなかいい感じに仕上がっております。うん、ここまで見た感じ PC エンジン版もかなり出来が良さそうな感じね。うん、これ好き。いや、だから急にアホっぽくなるのやめなさいって。でまあこの後はまた入り口付近でしばしレベル上げしました。うん、相変わらずここで一気にレベル上げてるわね。楽しってつい。でまあ例によってがっつりレベル上げたので、この後は特に詰まることもなく進み、こんな場所に一体何の用だ。私はただ迷い込んでしまっただけだ。さらばだ。一体目のボスのところにたどり着いたんですが、なんかおかしなことになってました。いや、比喩が頭しかない。うん、しかも一撃で体力全部削れちゃったんだけど倒せたわけでもないというね。これってバグよね。うん、実機でも起こるバグなのかアーカイブス版だけのバグなのかはわかりませんが、この後進行不能になったので結構致命的なバグな気がします。てかここから出られなくなりました。いや、アドルまで消えたし。うん、まあこうなったら一旦リセットしてやり直すしかないです。ってことで一旦やり直して戻ってきました。うん、今度は大丈夫そうね。うん、どんな条件で発動するバグなのかはわかんないけど、まあそんなに頻繁に起こるもんでもないだろうしな。ってことでまあこいつはサクッと倒し、次のボスは MSX2 番よりだいぶ動きが速くてちょっと苦戦しましたが、どうにか一回で倒せました。うん、結構危なかったみたいね。
まあゴリ押しせず慎重に行けばもう少し余裕あったとは思うけどな。でこの後はまたなんやかんやあった後ティグレイの採石場に戻り、ここのボスもサクッと倒そうと思ったんですが、なんか妙に戦いづらくて一度負けました。こっちの方が MSX2 番よりちょっと難しそうね。まあでも言うてそこまでじゃないので次でどうにかなりました。でまたなんやかんやあった後エルダーム山脈へ号です。うん、ここもいい感じだけど PC エンジン版は全体的にちょっと配色暗めかしらね。どうだろうな、その辺も忘れなかったら後で見比べる時に見てみるか。で回路の明暗は環境によるところもあるので何とも言えないところあるけどな。同じシーンでも実機にもろもろかましてキャプチャーすると結構移り変わるし。まあでももろもろ変換してる実機は色味も違うし、この場合アーカイブス版の方が本来の色に近いでしょ。うん、まあそれは間違いないかと。てか何気に実機でも同じところまで進めてるし、 APS3 でプレイした後一応実機でも最後までプレイしております。いやどんだけ ES3 プレイしてんのよ。それはもう夢に見るくらいに。そうですか。でまあこの後しばしまたレベル上げした後、ドギの師匠の小屋に行って武器をもらい、この剣を持っていくんだ。1体目のボスに向かったところ、こいつも MSX2 番よりかなり動きが速くて大変そうだったんですが、まあタイマーリングで相手の動きを遅くすれば余裕でした。いやめっちゃギリじゃない、気のせいです。でまあ2体目のボスもサクサクっと倒して、またなんやかんやあった後バレスタイン上へ号です。うん、ここの夕焼けもいい感じね。てかさっきのエルダーム山脈のとこでも思ったんだけど、さすがに雲の動きちょっと早すぎる気が。うん、まるで早送りしてるかのようですが、個人的にはこの雲のスピード感も嫌いじゃないです。ずっと見てるとなんか妙に焦ってくるけど。いやじゃあそんなずっと見なさんなや。でまあエレナとの会話を終えて中へ入りまして、例によってしばしレベル上げして、ここでレベルマックスにしてから奥へと進みます。でまあ途中の宝箱から最強装備を回収したり、途中何体かいるボスを倒したり、捕らえられている人たちを解放したりしながら奥へ奥へと進んでいきます。で城の最上階までやってきまして、マクガイアの側近のふりをしてたけど、実はラスボスのガルバランの部下だったガーランドさんと戦います。うん、前回と全く同じセリフで今更の人物説明。いえ前回の動画ではマクガイアの名前をマグガイアと間違って売ってしまっていたので厳密には同じではありません。いやそこどうでもええて、いつも動画エンコードする前に何度か見返してるんだけど、それでもアップするまでミスに気づかなかったのよね。いやだからそこどうでもいいのよ。でまあ例によってここでまた一度やられたわけなんですが、今回はここでさらに何度かやられました。いやなんかめっちゃ苦戦してるし、やっぱ MSX2 番より全体的にちょっとボス強めかもしれません。まあでも倒し方わかってれば結局余裕なんですけど。あれなのね、こいつは後ろに回って攻撃するのが正解なのね。ああ何回かやられてるうちにようやく思い出しました。いや散々他の機種でもプレイしてるんだからもっと早く思い出しなさいよ。ねえ、ねえじゃねえわよ。でまあこの後はガーランドにそそのかされていた愚かで卑しいマクガイア上司と話したり、いや前回よりちょっと言い方ひどくなってるし、ガーランドの言葉を信じたばかりにこんなことに、危険だから来るなと言っても己の衝動を抑えきれず絶対ダンジョン最奥まで来る女子のエレナさんがさらわれたり、いやだから言い方どんどんひどくなってるのよ。させたくなければ四つの彫像を持ってガルバラン島へ来るのだ。なんだかんだあった後ガルバランの松ガルバランの島へ号です。アイダーチってことで島に到着し、小舟を降りまして、暗く入り組んだ内部を先へ先へと進んでいき、奥までたどり着くと2度目のガーランド戦です。
ここから先に行かせるわけにはいかない。さあ行くぞ。うん、まあ細かい違いはあれど流れは前回と一緒よね。まあ前回と違ってここでもしっかり一回負けたけどな。そうですか。まあでもその後どうにか倒せました。でヒールリングで回復した後先に進みまして。アドルフ、待ちたまえ。またチェスターとエレナが兄弟でなんやわちゃわちゃ言っとるのを見守りました。いやだからわちゃわちゃって。ちなみに実機でプレイした際はここで見事に音飛びしてボイスがなくなったのでフリーズしたかと思いました。そろそろオープン主の CD ロムロム限界かしらね。うん、騙し騙し使ってきたけどそろそろメンテしないとどうにもならないかもしれません。あとはデュオもあるけどデュオの方は未改造なので現状 RGB 出力できないしな。でまあとにかくこの後はガルバランの元へゴーです。ガルバランの時代が始まるのだ。その手始めに私の力を思い知らせてくれる。ってことでこちらが PC エンジン版のラスボス戦です。やっぱ最後も MSX2 版よりだいぶスピーディーね。うん、このスピード感にちょっと手こずってここでも何度かやられてしまいました。最後の最後でだいぶ苦戦したわけね。まあでも言うてここもそこまでじゃないかと。ちょっと慣れればウプ主でも割とすぐ勝てる感じだったし。やっぱガルバランは先に腕を破壊しないといけないパターンの方が強そうな感じ。あくまで個人的にだけどそんな感じします。でまあこれでラスボスも倒せたのでこの後はなんやかんやあった後、兄はこの島を沈めるって。チェスターの手によってガルバランの島が沈められ、街に戻ってまた最後にちょろっと街を回ります。ちょっと早すぎるんじゃないか。アドル君、やっぱり街を出て行くのか。おお、アドル、ずいぶん早起きだな。そんな荷物を抱えてどうしたんだい。だって街を出て行くみたいじゃねえか。アドル、行ってしまうのか。君にはこの町に残ってほしかったんだが。エレナ、いいのか。アドルってやつは世界に一人しかいないんだ。もう一生会えないかもしれないんだぜ。俺はそろそろ行かないとアドルに置いていかれちまう。エレナ、元気でな。には別れを言わなくていいのか。このまま行ってしまっていいのか。でドギと共に街を後にして旅立ったところでエンディングです。エンディングも PC エンジン版オリジナルって感じかしらね。うん、エンディングのビジュアルシーンもなかなかに気合入ってて素敵です。ここも全部見てるとちょっと長いので一部だけ見ますが、エレナとの別れのシーンもボイス入りで雰囲気バッチリでした。おい、どうする。MSX2 版とはまたちょっと雰囲気違うけど、こっちもこっちでより哀愁漂う感じでいいわね。うん、どちらも良き。
でまあこの後スタッフロールまで全部見終わると最後にエレナの1枚絵が表示されて終了って感じでした。PC エンジン版もよくできてたわね。ああ、オープニングとエンディングは豪華だしゲーム部分もよくできてて遊びやすかったな。ってことでまただいぶ長くなってしまいましたが今回はこの辺で終わっておきます。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.